公平、あんまり出番なかったよな、そういえば。ということでクレイズキー続きからプレイしていきたいと思います。公平くんな、出てきて速攻殺されたもんな、かわいそうだよな。前回の続きで積んでますね。何したらいいかわからない状態で終わっております。で、これ試行するってのがあった。今まで使ったことなかったからさ、気にしたこともなかったんだけど、これ使えば大ヒントになるんじゃね。このナイフがあれば封印の札が解けるかも。でも水晶部分が黒く濁ってるな。清めることってできないのかな。あー、なるほどね。一回清めろと。清めるにしたってどうしたらいいんだろう。アイテム、黒十字のナイフ、水晶があしらわれた十字架のナイフ、水晶部分が黒く濁っている。一回これ札で使おうとしたよね、多分俺。で、使えなかったんだっけかな。で、聖水を探せってこと。でも結局その聖水の針かもわかんねえしな。ダメだ、試行しても何がどうしたらいいのかわからねえ。資料、聖書、浄化の炎。これはより幾多の儀式で炎は使われる。炎を使えばいいのかな。炎は魔を払う力があれば、月光と同じく清める力もあると言われている。炎か月光を使えばいいってことなのかな。封印について、水や水晶などといったものだろうか。まず浄化しないとどうしようもないってことか。わかんないんだよな。浄化しろっつったって何をしたらいいの。え、アイテム、まだ使えるランプ、マッチ、マッチ、暖炉でマッチを使うとか、そういうことなのかな。月が見える、結構あったよね。これなんかやるとか、なんもかねえ。わかんねえよ。どっかに暖炉あったっけ。暖炉でちょっと試してみるか。マッチ、浄化の方の側とか言ってるし、どこだ、ここ暖炉があるとことか、どっかあったっけ。ここら辺暖炉ないよな。難しいぜ。普通に積んでるもんな。あ、これは俺、これの場所も全部把握してねえんだよな。2、3箇所あったっけ。なんかだいぶざっくりとしか覚えてない。暖炉、暖炉、暖炉がある部屋、暖炉がある部屋、どうにもない。ここどこ、普通に迷子になってんだけど。困った、ちょっと探してくる、いろいろ。ほい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 、暖炉探してたらなんかいる。なんでここに来てこのタイミングで幽霊出てきた。どういうこと、どうした。消えたし、何、とても強い月の光が差し込んでいる。どういうこと、でも何かしら意味があるってことだよね。え、あ、光、これ?おお、いったいった。おお、難しすぎん?これ、まず今幽霊いなかったら絶対気づかなかった。そういえばなんか光ってる場所あったな。しばらく置く必要がありそうだ。これ大丈夫?うお、びっくりした。え、誰?かける?かけるじゃね、今の。え、なんでここにいるの?なんで?昔の化粧台だ。今も昔も女性の身だしなみには時間がかかったんだろうな。え、なんでかける出てきたの?これ?あとこれしかないよね。え、いないじゃん。え、え、あ、あ、この部屋だったよね。あ、何?怒ってる?恨んでる?許してくれないよな。みちるもな。急いでたっつうか、焦ってたわけだからな。早くかけるを助けないとっていう、そういう感情で動いてたからな。ナイフが白く輝いている。月の力やば。これで、本当に封印の札が解けるのか。一応試してみるか。まずは聖水を手に入れないと。どこにあったっけ。あ、男子寮、男子寮じゃね、男子寮の、待ってね、どうやって言ったっけ。なんか BGM なくなったし、急に。男子寮のあの十字架がある部屋にあったはずなんだが、どっから行ったっけ、こっち、男子、あ、ここだ、絶対ここ、あ、違え、こっちか。 あ、あった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 、これ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 、札のようなものが振られている。はい、うん、来た。あ、本当に開いた。金庫の中には聖水らしき瓶と手紙らしきものが入っている。手紙、聖水だ。これは聖水の見た目してる。古い手紙。かすかな希望をこれに託す。
私はこの御影家に使えるもの、なぜか外に出られず、今屋敷は凄惨な状況に陥っている。うお、びっくりした。急に小夜子さん逃げちゃったよ。みちる怖すぎて、なんか部屋が。あれはダメだ、捕まったろ。ご法人、まずはそれをなんとかしないと。普通に襲ってくるじゃん。で、セーブしていい？セーブできる？え？急にこういう感じ？ちょっと待って。ちょっと、なんでこんな悪霊化してんの、この人。被害者ってわけじゃないの？セーブしてよかった、今。ダメじゃん。この上行けないってこと？下手にダッシュできないじゃん、しかも。あ、ご法人の場所教えてくれてる。ああ、よかった。ありがてえ、ありがてえ。なんだ。どうした？トラウマ？小杖、儀式は中止にする。あ、中止になったんだ。え？サヨコがいない今、もう儀式の意味なんか。僕は、何をしてたんだろうな。神に背いてでも、共にいたかった彼女を、最終的に追い詰めたのは、僕の行いだ。罰が当たったんだろう。旦那様、もう終わりだ。もう。終わってません。私がいます。梢、私はこれからも旦那様のおそばにいます。どんな時だって、私がずっと。だから。梢には、こんな僕の愚行に付き合ってもらって悪いとは思っている。すべては僕の責任だ。君だけは普通の生活が送れるよう、何としても計らう。それは誓うよ。でも、僕は小夜子しか。梢、本当に、すまない。して。え？そういう展開？どうして？マジかよ。私だって、旦那様を支えてきたのに、辛い時、ずっとおそばにいたのに。どうして少しも私を見てくれないの？そんなに奥様が。梢さんが儀式やったってこと？これ。奥様はいない。それでも、旦那様はきっと私を見てくれない。一生奥様しか愛せないのなら、私が奥様のようになれば。うん。奥様になれば、愛してくれるかしら。梢を愛してくれなくていい。ずっと旦那様のおそばにいられるのなら、何でもいい。ずっと一緒にいられるなら、あなたに見つめられるなら。小夜子なら、愛してくれますよね、秋人さん。え、じゃあこれ今襲ってきてるのって小夜子さんじゃなくて梢さんってことか。どういうこと？小夜子のそっくりさん。ちょっと待て。旦那様には内密に奥様の日記帳を取りに行った。あまりにも奥様が必死に求めるものだから、私は興味を持ちつい読んでしまった。奥様の秘密や心情、そして旦那様との今までの思い出、私の知らない旦那様がここにはあった。奥様だけが知る旦那様。奥様だけが、ここで嫉妬が生まれてきたと。哀れみより、ただ羨ましかった。自分の犯した罪を忘れ、代わりに罪を背負う旦那様に守られている奥様。それに比べ、私は何？旦那様は私を協力者として求めても、一人の女性としては求めてくれない。旦那様と罪を分かち合っても、気持ちは分かち合えない。どんなに頑張っても、本当に欲しいものは手に入らない。私が欲しいものをすべて持っている奥様。そんな幸せな奥様のためになぜ、私ばかり落ちていくの？私がどんなに努力しても、あの人にはかなわない。奥様がいる限り、私は。日記を読んだ後のことはあまり覚えていない。気づいた時には奥様は私の足元で動かなくなってた。でも、これだけはしっかりと覚えてる。奥様は最後、出会った時と同じ、あの優しい顔で笑ってた。なぜかはわからない。今、自分が泣いている理由もわからない。明日は満月。奥様はもういない。え？小杉さんが殺したってこと？偽装してる？違う？とりあえずこれをどうにかすっか。ハンドルを入手した。どこで使う？光を放っている。あ、これか。なんだっけ、聖水か。聖水をかけた。おお、消えた。一箇所だけじゃないよね。ご法人が消えた。
今は出るべきじゃない。え、どうしたらいい、どうする、か隠れる、これだけ広いと掃除は大変だな。え、どうしたらいいの、アイテム何も起こらない、これ、何も起こらない。え、ハンドル、ハンドル、これあれか、あ、男子寮だか女子寮の壁のとこにあるやつか。え、でも何もすることないよ、もう押せないしな。なんかある？え？どういう状況？今は出るべきじゃない。俺どうしたらいいん？これ。こんなところで閉じ込められると思わなかった。なに？お、なんだこれ。防災開運打法。1、必ず専用の取っ手を使用すること。閉鎖する場合は何を北向きに。うわぁ、もうわかんないよ、これ。なんて書いてあるの？ 3、開放する場合は取っ手は南側に刺すこと。線が結ぶ回数通りに作動させること。緊急時以外の使用禁ず。次は3階のご法人を消しに行かないと。わかった。これとりあえずヒントってことだよな。いる？いない。あ、いる。待って、小杉さんめっちゃブチ切れとるやん。あ、何？え、道ないし。え、取れないよ。これ、ここに来て。わかんねえ、今すっげえ雑に見ちゃったし、俺ヒント。なんだなんだなんだ。北にして、南がどうとか言ってたっけ？わかんねえ。北は閉まる、南が開くなのか？あ、終わった。絶対終わったこれ。北？右、右4階。むずすぎね。ちょっと待って、もう一回ちゃんとしっかりヒント見ようか。ちょっと雑すぎた、俺が。続けるじゃない、続ける。もう一回見して。閉鎖する場合は、で、解放するんだよね。解放する場合は、取っ手は南側に刺すこと。線が結ぶ回数通りに、まあ、あと書いてある通りにやればいいのか。とりあえず南でいいんだよな。はい、小杉さんが来る。ちょ、待て。アイテム、ハンドル、南側だから下だよな。で、右に、4階。はい。左に2階。何も起こらない。なんでどういうこと、どういうこと。上？下？右に4階？左に2階？何も起こらない。なんでこれ、どういう状況？うえぇ。ちょっと解明してくる。あ、開いた。なんか逆だった。なんで逆だったんだろう。右4じゃなくて左、おぉ、べ。成功したのに。え、なんで逆なんだろう、どういうことなんだろう、仕組みがよくわかんねえな。まあいいか、行こう。とりあえず、右2の左4だったらいけた。でも書いてあるのって違うんだよな。どういうことなんだろう、まあいいか。急げ。ハンドル、下、右2回、左4。試しに逆にやったらいけたんだ。とりあえずよし。早い。これ適当にダッシュしすぎるといきなり来るよな。おお、いきなり来てる、やっぱり。セーブしとこうな。一回セーブしておいて。行くぞ。さっきいたのにいなくなっている。こっちどこだっけ。ここら辺？あ、ここだ。勝手に入ってくれたもん。いた。2階の女子寮にもあった変な模様。アイテム。だって金のねじ巻きなんか使ってどうすんだ。清水。清水をかけた。よーし。OK？ ご法人が消えた。これ出れんの？一回セーブしとっか。あ、なんかある。どんどんいろいろ解明していくじゃん。これ何？シロンの日記。7月4日、秋人さんからこの日記帳をいただいた。記憶が欠如して不安なら、これからはこれに書き留めればいいと。秋人さんにはいつも心配をかけてしまっているわ。さよこさんの日記か？学生たちも心配してくれているみたい。それなのになぜこんなにも心がざわつくのかしら。今日小杉に部屋に飾られていた花について聞いてみた。小杉はさっき私がその花を生けたと言っていた。私はそんなことを覚えていない。あー、若年性アルツハイマー的な感じ。これ病院に通い続けた結果、痴呆だと診断された。母も患っていたあの病気、あの事故の衝撃で私も発病したのではないかと。今日もあの学生が会いに来た。あの目が怖い。はい、事件の原因になった学生。今日目が覚めると、秋人さんと小杖が横にいてくれた。
いつも優しい2人だけど何かが違う気がする。まで、いつも来てくれたあの学生が来なかった。あの学生どんな顔をしてたかしら、思い出せない。ああ、これが殺人が起きた時のやつね。今日は明人さんの名前が一瞬わからなかった。怖い。このままだと自分のことや大切な人を思い出せなくなるのかしら、母のように。最近明人さんは何かを調べてばかり、問いかけても何も教えてくれない。何か隠しているように思える。でも私も病気のことはまだ言えずにいる。私はどれだけあの人の重荷になるのかしら。うわー、紗友子さんも悔やんでたんだ。今日はよしこと出かける約束を忘れ、やくもの名前もすぐには出てこなかった。私にとって当たり前のことであるはずなのに、書いて留めておかないとまた忘れてしまう。覚えているうちに書かないと。大丈夫、この日記があればまた思い出せる。忘れたりなんかしないわ。それ以降は持ち主の思い出が書き尽くされている。うわ、悔しいな、悲しいな。記憶がどんどん消えてくって怖いよな。これで全部の誤報人は消えた。あれ、2個だけだっけ。残るは元凶の魔法人だけ。あとは地下へ。地下どうやって行ったっけ。地下の行き方忘れたんだか。あ、思い出した。とりあえず逃げるか。地下あそこだ。あれ、あれだろ、あれ、からくり部屋、メダルで開いた部屋じゃなかったっけ。びっくりした。小杉さん？どういうこと？旦那様？奥様？誰か、誰か！よしこ、どうしたのだ？え？小杉はいない。なぜこの部屋が？ヤクモ様、私、シーツを取りに扉が開いてて、部屋が、旦那様が倒れてて。落ち着きなさい。これは、なぜ、さよこ様がここに、実家に起床されていると。二人とも、死んでしまったの。さよこ様はもう、ん？よしこ、明人様は大丈夫だ。怪我はしているが、気を失っているだけだ。何の音？いや、小杖さん、やめ、いや、小杖大暴走。何が起こっているのだ？小杖だと？いや、兄、私、怖いわ。しっかりしなさい。いいかい、よくお聞き。お前はまず外に出て、助けを求めなさい。私は明人様をどこかにかくまう。明人様をおぶった状態で、山を降りるのは難しいだろうからね。どこかにいるのか、明人様。でも。私たちのことなら案ずるな。お前は私の孫だろ。自分のできることを全うしなさい。おじいちゃん。おじいちゃん、私、奥様を客室に運んでから逃げるわ。こんな場所に奥様を一人にしたくないの。急ぎなさい。ああ、奥様、なぜこんなことに。ちゃんと打ち明けられたらな。もしかしたらこんなむごいことにならなかったかもしれないのに。あら、奥様のポケットに何か。手紙？違う？あ、手紙か。そんな、奥様。ああ、そんな。何が起こるかわからない。今はここに。これはちゃんと旦那様に渡さないと。おっと、この手紙取りに行かなきゃいけないってことか。今のは、待て待て待て、確かあそこ物置だよな。今どこにいるかわかんねえや。男子寮、男子寮か。先を急ごう。でもこれ手紙取り行けってことじゃないの。あ、そこ、ここ空いてるもんな。え、どこに行こうって言ってる？見かけの間に行かないと。本当に？こっちじゃない。入れないようだ。見かけの間とかどうやって行ったっけ？行き方も覚えてないよ。こっち？こっちか。見かけの間よりも重要なとこあるんじゃないのこれ。物置に行きたいが？書き込む。ちゃう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 。ここだっけ？おい、行けた行けた行けた。で、手紙を取ればいいの？あったあった。本と本の間に手紙のような紙切れを見つけた。最高の手紙。あなたがなぜあのようなことをしたのか、今の私にはわかりません。でも、私のために何かを隠しているのはわかっています。私が思い出せない記憶の中に原因があるのでしょうか。だとしたら、私は忘れることで罪を重ねているのでしょうね。私にあなたを咎める権利などありはしないわ。ごめん、しないわだ。ここに閉じ込められてから、
思い出せないことが多くなってきました。あなたの名前も、ここに来るあの子の名前も。私もいずれは母のように、誰かを傷つけ、苦しめるでしょう。あなたが母を気遣う時の父の姿と重なって、先を思うと私は耐えられません。何より、私は自分を失うのが怖い。あなたや両親、様々な人と過ごした日々によって、今の私がある。そうだよな。自分を形成してるのって記憶だからな。その記憶がなくなってくって自分って何なんだろうと思っちゃうよな。すげえわかるこれ。その記憶を失えば、死んだことと同じ意味を持つのではないでしょうか。あなたが私にくれたものを忘れるくらいなら、忘れる前に終わらせたいの。でも、その前にあの日記帳を一目見たい。あれは私の記憶そのものだから。忘れることも罪か。むごい。もう今のミチルにがっつり刺さるやん。これを誰か旦那様に渡せるのかな。渡すにしてもだよな。あとは近い。なんか旦那様に渡してあげたいけどな。ダメか。これもしかしたら入れる場所入れない場所があるからさ。これをご利用しアタックで、ダメか。ご利用しアタックで正解の道連れてってくれるかなと思ったけど。あ、さっきこっち来たか。まあ、一回見かけのまま向かってみるかじゃん。書き込む。こっちで。あった。お、なんだ、また、うん、旦那様が。小勢か、小勢だな、これは。地下への道は閉ざした。これで見つかることはないわ。秋人さん、どこにいるの？これで私たち、ずっと一緒にいられるのよ。放送状態入ってる。あ！マジか。あ、だって、私、ヤクモか。違った、ヨシコだった。ヨシコ。どうしてみんなを、おじいちゃんまで、それにその姿、なんで奥様の、それで、奥様になったつもりなの。旦那様に何をしようとしているの？もういや、やめてよ。こんなの来るって。うるさい。強ー。小杖、ちょ。とんでもない血みどろ会場。なんだ？誰にも邪魔させない。私はあの人と一緒になるの。ずっとこの場所で。いろんな愛憎劇が混ざってる。入り混じってるこれ。ねえ、どこにいるの？秋人さん。とんでもないことになってる。で、なんか投げたよね。錆びた鍵。どこで使うんだこれ。錆びた鍵。どこ鍵開かないような場所あったっけ。もう一回セーブしとくか。鍵？鍵？なんだ？この辺で使う場所あんの？あ、ここか。多分ここだ。開いた。不意の札が貼られている。これを、どれだ？あ、これだ。びっくりした、びっくりした。え、なんで鍵がかかってんの？これ？木のねじ曲げだ。ちょ、待って。ちょ、待てよ。なんでや。鍵がかかってたけど。え俺なんか鍵持ってたっけ。これか月の鍵。これしかないもんね、鍵。あ、そうだ。えじゃあ、この月の鍵をここで急に使うってこと。いつ手に入れたかも覚えてないんだけど。アイテム。急ぎ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 。来てる来てる来てる。この時間ですごい来てる。アイテム。白い、じゃ傘使ってどうすんねん。白十字のナイフ。月の鍵。あ、いた、いた、いた。いつ拾ったっけ、こんな鍵。お、これが儀式会場か。これか。わあ。まだ襲ってくるの？くそ、こんなところで。あとちょっとで助かったかもしれないのに。見るな。なんだ？え？あ、旦那様？こんなところにいたの？あ、今だ。呪いを浄化しないと。アイテム？水？水をすべて全部かけた？あとは浄化すれば。
ジョーカーってどうすればいいんだ。マッチ？そうだ、火で浄化できるって言ってたもんな。おお。おお、苦しんでる苦しんでる。キヒトさんもここで首吊ったってこと？倒した！やっと無事出れた？終わったのか。すごい揺れてるすごい揺れてる。え、火事？もしかして呪いを燃やしたせいだったら、まずい、早く出ないと。どうやって出んの？どうやって出んの？なんかカケルの遺体も回収できてないんだけど、出れる？あ、そういうこと？待て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 、すんごい大火事。いや、なんだって、かける、俺を助けてくれようとしている。なんていい子なんだ。あ、なんかいろんな人が、いろんな人がミチルにお礼言ってる、このパターン。ああああ。このイケメン兄弟なんだったんだ、そういえば。イケメン美男美女兄弟。お、コウヘイ、ハヤト、シン、キョウヘイ、キョウヤは、お前は自業自得や。お前は自業自得や。ああ、お礼言ってくれてる。アキヒト様？こんな悲しいエンディングって。もう一回なんか調べられないのかな。そんなことしてないで早く出るべきか。いや、だよな。まあ、まあそうだよな。みんなの遺体は？なくなってね、そういえば。あ、脱出できた。かける。でもこうやって助けてくれたってことは怒ってないのかな。屋敷を出た後のことは覚えていない。裏山に着いたあずさたちが火事に気づき倒れていた俺を見つけたらしい。また不思議なことに、消防車が着いた頃には炎は鎮火していったようだ。あの屋敷だけを燃やし尽くして。え、みんなの遺体とかどうなったん？その後入院した俺は警察からの事情聴取を受け、真実を話した。全部は信じてもらえなかったけど、京也の家からは父親の遺体が見つかり、屋敷跡には複数の人骨が発見されたらしい。この奇怪な事件は世間に内容を伏せる形で処理されることになり、亡くなったみんなの遺体もそれぞれの家族に引き渡された。むごいなこれ。そしてカケルも病院。よし、こんなもんか。あずさ、かわいい。一瞬しか出なかったの、そういえばこの子。なんか結構メインヒロイン的立ち位置なのかと思ったけど。あ、退院の準備終わった？ああ、あとはお世話になった看護師さんへの挨拶とか受付を済ませないと。さっきおじさんがしてたよ、準備が済んだら駐車場に来なさいって。父さんが？そんなことまでしてくれなくても。一緒にいなくてもおじさんにとってミチルは大切な息子なんだよ。おじさん結構警察への対応とかも陰でやってくれてたんだよ。そっか、じゃあ早く行こうか。あ、おばさんのところには行かなくていいの？同じ病院にいるんだし。また日を改めていく。葬式に行けなかったから、今はみんなの家を回りたいし、それに今日は父さんの家に行く予定だし。あ、私も行っていい？私もカケルにお線香をあげたいから。ああ、一緒に行こう。むごとらしい事件忘れられるのか、ミチル。その後改めて父さんやあずさからカケルのことを聞いた。今まで俺や母さんのことを気遣ってカケルの話は避けていたらしい。未だにあの屋敷での記憶しか戻っていないけど、それでも自然と懐かしさはこみ上げていた。焼け落ちてる。みんなもこの忌まわしい場所から解放されたのだろうか。俺にできることはもうそれを願うことだけだ。今回の件で一人生き残った俺を、カケルを救えなかった俺を、誰も責めたりはしなかった。時が経てば忘れる、むしろ忘れた方がいいとも言ってくれた。でも俺は満月の日が来るたびにあの日の出来事は忘れることはないと思う。いや、忘れはしない。自分の犯した過ちを、カ
ケルのことを過ちではないけどな、ミチルだけが悪いわけじゃないしな。だから俺は今日もあの曲を聴いている。カケルが好きだったというあの曲を。終わった。結構難しかったわ後半。十字架のあの浄化どうしたらいいんこれとか思ってたけど、はい、ということで狂い月ここまでとさせていただきます。とんでもないお話だったね。まさかこんなにバッタバッタ人が死ぬと思わなかった。え、じゃあん？一番最初にこの屋敷に住んでいたあの外国人の兄弟は別に悪霊ってわけじゃなかったのかな。まあ、ただこの屋敷に囚われていただけ的な、そういうことなんだろうな。そこからさらにその外国人の人たちから話は切り替わり、とんでもない血みどろ事件に発展したよね。とんでもなかった。小杖さん大暴走すぎたね。愛は人を狂わせるとは言うけども、あそこまで狂う人なかなかいないんじゃないか。三色版なんかおまけ部屋とかあったりするのかな。え、ノーマルエンド。トゥルーエンドあんの。開発資料が追加されました。え、ちょっと待って、開発資料は動画出していいのかな。ちょっと見てくる。はいはいはい、ちょっと戻ってきたんだけども、なんか幽霊が襲ってくるとかどうとかっていうのを見たんだよね。今何するときだっけ。地下へたどり着けば終わる。小杖さん以外の幽霊がなんか襲ってくるらしいんだけれども、それがどこのタイミングで襲ってきたのかわからないんだよな。ここ今物置が見れたんだもんな。ってことはどこかでブワッて来るのか。どこだろう。いけない。ふーむ。まあ、でもなんかそれをすることで変わるかもしれないみたいなのが書いてあったんだよな。先を急ごう。こっち、あ、こっち行ったっけ。こっちは道が塞がってる。行けない。あ、あれか。これ見かけの間だもんな。あ、もっと前段階か。え、もっと前段階で別の幽霊に襲われるタイミングがあったっけ。え、でもこの段階じゃないと物置に入れないよな。こうでしょ。で、ここに日記手に入れたでしょ。え、だよね。ここに来て、やっとこの手紙を手に入れたんだもんな。どの段階で襲ってくるんだ、じゃあ。全然、襲ってくる気配ないんだけど。この上、だってもういけないよね。だよね、いけないよね。もっと前か。ちょっと読み込んでみるか。今どこだっけ？読み込む。今これか、記録9読んでるから 8？ アイテム？ん？ちょっと変わんないけど。これまだ手紙取る前の話かな。あ、取ってない。あれ、これを取ればいいのか。忘れることも罪か。この段階で襲ってくるってことなのかな。それとも一回見かけの間に入れればいいのか。入ってから襲ってくるってこと。あ、来る雰囲気ないもんね今んとこ。あ、じゃあ入るしかないのか。おー、びっくり。あー、はい。で、これで鍵を捨てるよね。ん、地下で襲われた時はだって明らかに悪霊だったよな。なんかファンネルみたいな感じで包丁いっぱい振りかざしてきた感じだった記憶あんだけどな。でしょ、鍵を捨てた。ここで倒れてるってことはここにいる可能性あるのか。
る？あ、じゃ入っちゃった。やべ。あ、大丈夫か。あ、勝手に進んじゃった。やべ。これ、明らかに小勢さんだよな。あ、すごいすごい。怒ってる。だいぶ怒ってる。ワープしてきてるし。終わった。どこだ？ちょっと探してくる。はいはいはい。わかったかも。これ、この、白骨遺体になんか渡すんじゃね？もしかして。そういうことじゃね？おや、ほら、来た。やっとけた。手紙遺体の上に置いた。ずっと見えない幽霊を俺探し続けてた。これでいいんだよなって言ってる。これで新エンディング見れるってこと？おー、変わった。キヒト様、絶対俺に感謝してるやん。えんやで。まあ、キヒト様もな、タイコ様もな、小杖さんはちょっと愛に狂いすぎだけど、みんなな、伝えたいこととかいろいろあったんだよな、気持ちが。悲しい結末だぜ。みんな無事成仏してくれな。君たちも。あ、でもここはな、お兄さんのな、英国男子お兄さんの趣味を認めなかったお父さんっていうか家族が悪いよな。結果お兄さん大暴走しちゃったんだろうし。あれ、二人いる。二人でお礼してくれてる。あ、手紙読んでる。あ、サヨコ様、二人は最後分かり合えたのかな。お互い相手のために死を選んだんだよな。いや、キヒト様死を選んだわけじゃないか。いや違うか、アキヒト様首つってるかな。自分で死選んだんだよな。カケル、カケルはどうしたらよかったんだろうな。屋敷を出た後のことは覚えていない。裏山に着いたあずさたちが火事に気づいた。倒れていた俺を見つけたらしい。不思議なことに消防車が着いた頃には炎は鎮火していたようだった。これは変わらないかな。一緒だ。まあ、ここら辺はちょっとスキップ気味でいこうか。改めて父さんやあずさからかけるのことを聞いた。あれ一緒か？まだ別にエンディングがあるのか？あ、一緒だな。だから俺は今日もあの曲を聴いている。え？まだ別のルートあるっぽい？ちょっと待って。はい。わかった。おまけ部屋でヒントを見てきたんだけれども、まず手始めに、4つの宝石使った時あったじゃん。あれ再利用するみたいだね。俺全然分かんなかった。なんかもう一箇所つけれる場所があったっていう。これを取って石を持っていく。持ってで隠し部屋、まあ、一通りちょっといろいろやってきたんだけどさ、その隠し部屋のところまでは。隠し部屋やってあどこだっけ、隠し部屋、こっちか。もう忘れている。こっちだったはず。で、下の階か。そうだ。こっちの階行って、ここに一個隠し部屋があったじゃん？で、この奥に、これ、全然気づかなかったわ。これをはめる。で、ネジを外す。で、これで金のネジ巻き。これずっと何なんだろうと思ったら、ここで使えたんだね。あ、引き出しが開いた。で、これでかけるのキーホルダーじゃなかった。まあ、そうだよな。ここからかけるのキーホルダー出てきたらおかしいもんな。で、ヒントを見てると、鬼のなんたらって、ルビーの宝石でしょ？ルビーの宝石なんかはめれる段のあったよな、なんか。やっぱ一個だけ、これ。なんか一個だけおかしいのあったんだよな。ルビーの宝石。ん？なんだ？なんだ？どういうこと？なんだ？え？何？
最後のヒントがなんか鬼がなんたらって言ってたんだけど、その鬼、鬼の意味がよく分かんなかったんだよな。鬼ってあれか、うん、明らか角長えしな。あの登れるってことはなんか意味があるのか。ハンニャの面がやたら高く飾られている。長い角が特徴的だ。はい。え、どういうこと？何も起きてないんだよね。宝石がはまっている。長い角？でも鬼に何かしろってずっと言ってたんだよな。ヒント見る限りだと。何？アイテム。黄金の書、月の鍵。スマートフォン。ろうそく、ランプ、マッチ。あ、傘？やっぱり？どういうこと？隠し扉的な？しまった。反転したってことか。これで何、もう一回調べればいいってこと？そしたら出てくる？やっと来たこれ。え？え？なんもないじゃん。これどういうこと？あ、これ暖炉の裏だからこの裏になんかあるとか。あ？どういうこと？俺何したらいいのこれ。え？何か切り替わったとか？もう引っ張れないのかなあの角。おい、トゥルーエンド難しいなこのゲーム。うちの傘。あれ、もし、あれか、そういうこと？閉じ切る前にってこと？間に合わねえ、むず。待て待て待て、もう一回。閉じる前に調べればいいのか、もしかして。さっき動けなかったのに、今動ける。おかしいもんね、明らかに。間に合う。ちょっと待てよ、むずくね？変にダッシュすると失敗するな。ここに来てコントローラーのダッシュ。ダッシュっていうかスティック操作が異様に。お、いた。やっぱりか。これ、ミチル挟まってんのかな。あれ？これ、もしかして。おー、カケルのキーホルダー。ゲット入手した。で、これをカケルに返せばいいらしいんだよな。そうすることで多分トゥルーエンドに発展するのかな。ずーっと落ちてんだよな、あの人。トゥルーエンドを見るために。どっちだっけ？こっち行っちゃうと3階だからこっちか。あれ？合ってる？あ、合ってんな。こっちだ。で、これをかけるに返せばいいんだよな。かけるのキーホルダー。おー！むずーい。キーホルダーをかけるの手元に置いた。これ、見つける約束だったもんな。俺、頑張るから。今度こそ一緒に。これで一旦終了。お！あ、かける。表情暗いけど。これ呪ってない？ミチルのこと。大丈夫？怒ってないかな？大丈夫か。オッケー、じゃあこのままエンディングまで突っ走るから、少々お待ち。はい。エンディング迎えてる。ここさ、かけるが来るじゃん？多分かけるが来なくて、おじいちゃんが来た。だからエンディングが切り替わったんだと思うけど、ここら辺はなんか変わるのかな？ここら辺は特に変わらずか。みんなごめんな。連れてってやれなくて。あれ？今シーンいた？いなくなかった？はい。おじいちゃんと孫がいる。カケルも連れて帰れるってことかな。ここがとてつもなく切ない。ただただずっと二人で一緒にいたかっただけなんだけどな。認知症とかもう本当になったら絶望する。考えたくないもん。俺自身も認知症になること。認知症改善になんか筋トレがいいとかなかったっけ？違ったっけ？行こうか。え、シン、お、無事だったんかい。シン、予想外の結末。ミチル生きてたのか。おい、何がどうなって。説明は後だ、早く出ろ。まさかのシーン生存ルート来ると思わなかった。ん？なんだこれ。あ、これ。お、かける？お願い、返して。かけるじゃないの？何？どういうこと？屋敷を出た後のことは覚えていない。裏山に着いたあずさたちが火事に気づき、
倒れていた俺たちを見つけたらしい。また不思議なことに、消防車が着いた頃には炎は鎮火していったようだ。あの屋敷だけは燃やし尽くして。その後入院した俺は警察からの事情聴取を受け真実を話した。全部は信じてもらえなかったけど、これは変わんないか、内容は。そしてかけるも。返してって言ってたのはどういうことなんだ？よし、こんなもんか。入ればいいじゃない。どうせ見送りに来たんでしょ？お？誰か来た。進化。うるせえな。ああ、おい、引っ張んな。服伸びんだろ。シーン、よかったな、無事で。うるさいよ、二人とも。だって、シーンがさっきから部屋の前でうろうろしてるんだよ。不審者よ。誰が不審者だ。たまたま部屋の前を通っただけだっての。髪型変わった？ちょっとかっこいいぞ。シーン、もう出歩いて大丈夫なのか？ん？まあな。もうしばらく寝てれば、俺も退院できんだろう。そっか。順調に回復してるみたいでよかったな。おかげさまで。ミチル、退院の準備終わった？荷造りはね。あとは看護師さんへの挨拶とか。おお、お父さんも来た？父さん、明日家に行くって言ったのに。もう大丈夫とはいえ、さすがに心配だからな。車で送るよ。ああ、うん。あとこれ、言われてたもの探したらようやく見つけたんだ。明日でもいいと思ったんだけど、一応渡しておく。何を見つけたの？これがカケルの日記。右閉じタイプの日記が気に入ったのか、カケルがおねだりしてきたのを思い出したんだよ。ダイヤル式の鍵がかかってるから、中身は確認できないけど。なんで右閉じ？元は左利きだったから、使いやすかったのかもな。でも、それ、どうするつもりだ？鍵を開けないと、中は見られないぞ。それは、大丈夫。カケルに返すから。どういうこと？また誰か来た。おや、皆さん、お揃いで。刑事さん？あ、刑事さん、まだミチルに何か？はは、そんなに身構えんでくれ。あの事件は解決に向かってるんだ。君たちは安静にしてくれていいんだよ。はい。今日は君に渡したいものがあって来ただけなんだ。渡したいもの？これは？うわ、懐かしい。それ私がお守りとして、ミチルに作ってあげたやつなんだよ。あ？じゃあこれはミチル君のか？そうみたいですね。まだ記憶が全部戻ったわけではないので。気にせんでくれ。記憶が早く戻るといいな。じゃあ、わしはまだ仕事もあるし、もう失礼させてもらうよ。なんでミチルのキーホルダーが手に入るの？なに？なんか不穏？下までお見送りします。ミチル下で待ってるからな。ここまでで来ると今度ミチルとカケル入れ替わってるパターン来る？入れ替わってたとしてもおかしいか？だってカケルはミチルのキーホルダー受け取んなかったもんな。え、どういうこと？おばさんのところには行かなくていいの？せっかく同じ病院にいるんだし。そうだな。ちょっと行ってくる。父さんにも伝えておいて。お、行ってくるって言った。うん、わかった。荷物は私が運んでおくよ。ありがとう。シン、あまり看護師さんに迷惑かけないで、安静にしてろよ。かけてねえよ。さっさと行け。じゃあ私も行きますかね。シン、ミチルが言ってた通り、ちゃんとおとなしくするのよ、お母さん。今度お見舞いに行ってあげるから。元気に振る舞いすぎ。昔からそういうところ、変わらねえな。じゃあ、腫れ物に触るような扱いした方がいい？それはそれでうざいな。私の世話好きは今に始まったことじゃないんだから、諦めてさっさと元気になりなさいよ、ね。なんだそれ、うぜえな。仲良しじゃん。おい、なんかいっぱいいる。どうも。ギャル系女子。あんれー、病室見つからないよ。せっかくお見舞いに来たのに。うさんくさい系男子。なんだ名前。今日退院室なんだから本人がロビーに来るの待ってようか。物質探すの面倒だし。清楚系女子。この病院結構広いね。病室の場所聞き間違えちゃったのかな。病室どこ？あれ、みちるくん退院の準備終わったの？はい、いろいろお世話になりました。お姉さん的にはもう少しいてくれたら嬉しかったのにな。え？ふん、若い男の子って目の保養になるのよ。たまには顔出してね、約束よ。あはあ、本当に？顔出して迷惑じゃない？逆に。また来たよ、あいつとか言わない？あら、久しぶりね。
みちるくんが入院したのは知ってたけど、なかなか時間が作れなくて会いに行けなかったわ。ごめんなさいね。いえ、気持ちだけで十分です。ありがとうございます。相変わらず礼儀正しいわね。ここに来たってことはお母さんのところに行くんでしょ？先生の許可をもらってる？はい、さっき確認してきました。そう、あまり無理はしないでね。はい。ここじゃない。一体どんなエンディングが待ってるのか怖いんだけど。あ、勝手に入った？あら、みちるくん、お母さんのお見舞い？はい、今日は落ち着いてるって先生に聞いたんで、少し様子を見に。今お母さん眠ってるわ。今なら大丈夫よ。何かあったらすぐに呼んでちょうだい。はい。あ、なんか投げられた。いて！子供。いやー、ボール返せよ。こっちのせい？ほら、病院内で遊んじゃダメだって何度も言ってるでしょ。うわー、逃げろー。行っちゃった。ああ、待ちなさい。走っちゃダメだってば。どんどん行くね。返せか。そうだ、かける返してって言ってたよね。少し待ってて。誰か呼んでくる。やだ。そんな、一人にしないで。怖いよ。でも誰か呼ばないと無理だよ。大丈夫。すぐ戻ってくるから。お、何かあった？絶対だよ。早く戻ってきてね。約束だよ。ミチルくん？グスン。じゃあまた明日探しに行こうよ。明るいうちに来てさね。ミチル取り憑かれてたってこと？なんかおかしくなるって言ってたもんね。京也もこれに触れたせいでおかしくなっちゃったみたいな。雨が止むまで、もう少しここにいようか。ああ、そうだ。何？服交換しよう。え？入れ替わってる？やっぱ入れ替わってる？みちる。お願い返して。俺の名前。どこか閉じ込めたんだ。そういうことか。まあ、さよこのせいでもあるんだろうけど。なるほどな。かけるはみちるに憧れてたから。あんなに綺麗な満月だったのに残念。違うか、みちるはかけるに憧れてた。かけちゃったね。最悪すぎるんだけど、これトゥルーエンドってこと？サヨコのせいで殺人を犯してしまったってことなんだよね、これきっと。とんでもない話になったわ。そうだよな、ミチルはカケルに憧れてカケルと入れ替わる。え？違うんか、やっぱカケルがミチルになりたくて入れ替わったってことなんだよな。で、ミチル、元いカケルは本当のミチルを閉じ込めて殺したと。きつな。やってることえげつなすぎるんだけど。あ、サイコさん美しいな。小杉さんとかイラストか。小杉さん、あれか。だんだん殺し回ってイラストは出てる。そういうことなんだな。タケルはミチルに憧れてミチルを殺し入れ替わったと。わざと記憶なくなってたの嘘なのかな。まあでもそれの後押しをしたのはきっとサヨコさん、まあ、この月の呪いのせいだったんだろうな。トゥルーエンドかける月なんてこったい。全然気持ちよく終わらないエンディングだったんだけど、心になんかモヤが残ったわ。すっごいモヤモヤする、とんでもエンディングでしたね。ああ日記もだって自分が書けるだから簡単に開けれるもんねってことなのか。これが変な証拠になる可能性があるからわざと回収したのかな。そういうことなのか。とんでもエンディングでしたね。ということでクルーズキここまでとさせていただきます。最後の最後で大どんでん返し、予想外の展開でした。シュウヤンここまでは気づきませんでしたね。はい、それでは終わります。シュウヤンでした。面白かったです。またね。